しいって言ったけど海見えるのは私だけですね。皆さんこっちですけど、これから可愛い梨が登場いたしますので、ぜひ楽しんでください。本日2回目の MC を務めさせていただきます、フリーアナウンサー略してフナウンサーの愛知こと横町愛と申します。どうぞよろしくお願いします。はい、日差しがとても眩しくて、目大きい方だと思うんですけど、もしかしたら半分ぐらいになってるかもしれないですけど、いい天気に、ね、恵まれましたね。ただちょっと午前中ね、見てらっしゃる方からちょっと暑かったっていう、皆さん
のお友達からは見えづらいんだけど我々とてもいい景色だね。そこの爆速でした。たけしー、いけしー、ここすごいだ、めっちゃ海が近いんだしな。そうそう、しかもなんかピンクの可愛い船もあるしね、右前に。おー、みんなの前にね、嬉しいですね。ねえ、いい景色でお届けしていきますが、はい、はい、今回はですね、このハーバーシティ蘇我が秋にリニューアルということで、はい、まあ、それを記念する第2弾のイベントがこのふなっしーのトークショーということになるんですけど、あ、なんかね、パッと調べたら、むしろ2回目じゃなくて、アリアの蘇我さん3回目だったんですよ。おー、3回、え、前行ったのは2年前って言ってたでしょ、1回目は2016年に2回来てた、うん、あ、そうなの、あれ13年だ、ごめんあれ、もう私もさっき聞いた、ハハハハ。
待ってー大丈夫だし聞こえてるだしなんかノイズが入ってるはい、で、はい、じゃあ紹介しようかもあ、そうですね、ね、はい、ふなっしーの仲間をご紹介いたします。はい、どうぞよっしゃはい、私今ゆずるの仲間として出てお友達、ね、あ、じゃあそこの
オレンジのお洋服の方行こうかな。オレンジかな、赤かな。あ、私じゃあ近く行きます。はい、お願いします。ナッシーは、はい、プライナシーでそがることあるんですか。おお、はい、ということでプライナシーでこのそがに来るそがることはあるのかというご質問です。もちろんあるし。Ha ha ha.
ないんですよ。あんまり変わってないのですか。変わってないでしょ。あれおかしい。のっぱりだし結構お腹へっこんだと思うのって。本当、うん、ちょっとお腹出してみて。なんだこれ。なんだこれ。ふにゃふにゃお腹出る。ふにゃ寝てる。自由奔放な猫ちゃんってね。ちょっと三なしで並んでみたの。パパチクはお腹出ないかな。もともとねちょっとあのふっくらして可愛くなってますけど、ふにゃちょっとこっち来てみる。あのお兄ちゃんもの横おいで。ふにゃこっちおいで。ちょっとハバキチ君それを眺めてみて。不思議な子出てるなCM 来るかもしれない。ねえ、まあまあ、あの梨会にもダイエットってものがあるんですね。はい、ということであの1日3食、こちらも覚えて帰ってください、ね。はい、ありがとうございます。後ほどプレゼント行ってくださいね。ありがとうございます。もし時間あるかな。はい、はい、じゃあ行きましょうかね。どうしようかな。そうだな、どうしようかな。そっちの肩車してもらってる赤い服のお友達、大きい声いける。はい、どうぞ。禁断の質問しました、今もしかして。彼女いますかって言った。お、ということで、私まず彼女いますかっていう話なんですが、これはとりあえず梨の妖精だから、はい、そういう設定はないなしな。設定ってことだって性別がないなし、そう、男でも女でもないなし、そうなの、そういうことなしよ、うん。でも好みのタイプはありますか。ああ、好みのタイプね、うん、そうなしな。あれが金さんの好みだしな。具体的なのあげてるんじゃないよ。男性だったら誰がタイプ。男性、うん、パチヒロシ。ギャップギャップ。どういうことらしい。なんでガッキーとタチヒロシさん。わかるかな。あのお家帰ってググって ね、 ね。はい、ありがとう。後でプレゼントもらってね。じゃあラスト行こうかな。じゃあそこの子たちは兄弟かな。同じ感じの服着てる、あの野球部っぽい感じの可愛い感じの。じゃ あ兄弟じゃないですか。兄弟、兄弟だよね。ね、同じ感じだもんね。じゃあ代表して大きな声で言ってくれる質問。そこのカーキ色の2人のお友達、カーキ色ってわかるかな。うん、すごいすごい、そうです。はい、ごめんなさいね、目の前。はい、アピーカー行ってください。フナッシーたちはゲームをするんですかって言った。おお、はい、国葬聞いてくれた。最近ゲームをやりすぎてるしな。オンラインゲームやってたらニート連盟に加盟しませんかって来たらしい。それだけやりすぎたってこと。ゲームやりすぎちゃったらしい。いや、でも基本的にゲームは好きだしな。おお、今そうなんだけど、しょうがないしな。おお、今なんかハマってる今。うん、今だにスプラトゥーンだし。スプラトゥーン、スプラトゥーン面白いだしな。やってるお友達いる。あ、ちらほら。あ、どのお友達もいますね。意外に少ないしな。まあそうですね、ゲームでイベントじゃないですからね、これ。ねえ、スプラトゥーンだって。やってますよ。ねえ、ということですよ。オンラインでマッチングしたら遊んであげてね。そうですね。はい。さあ、そして、まあ、ゲームもちょっとしたのかな。実はこの、ふにゃっしーとふなごろうが、この度、ニコニコっていう動画サイトで、ニコニコチャンネルをオープンしました。ありがとうございます。いらっしゃいますね。めちゃめちゃ緊張してたんですよ。はい、どうだった。ほんとめっちゃ緊張して。何言えばいいか分かんなくなっちゃったなって。だから直気になれるんでしょ。あの適当なこと言えばいいと思うんだし。ありがとうなっぴ。実際に見てくれたお友達の反応どうだった。あ、すごい楽しかった。
週間って感じだしな、もう時間があったらやるってことだしな。あー、よかったよかった。よしよしよし。はい、時間があったらやるっていうことなので、もしよかったらふにゃごろチャンネルっていう名前でやってますので、気になる方ネット社会ですしね、見てみてください。よろしくお願いします。はい、さあそしてごめんね、お待たせしてますけど、幅吉もね、おめでとう、リニューアル。見ておめでとうします。おめでとう。幅吉は何の動物だし、リス、リス、リスだそうです。リスか、そっかそっか、かわいいかわいい。やっと兄弟がいる。そう、ハバエモン。ハバエモン、ハバエモン。フナエモンっぽいでしょ。急に、急にハバエモンとハバタって兄弟がいるって。おお、うん、一緒に遊んでるんだし。兄弟がハバタで、ハバエモンがひいおじいちゃん。ひいおじいちゃん、ひいおじいちゃんもいると活躍してくれる時ってあるんですかね。活躍してくれる時って今後、はい、あ、いろいろと出てくれるタイミングもあるそうなので、ぜひぜひ、じゃあふなっしーともども応援してあげてくださいね。よろしくお願いします。はい、さあそれでですね、せっかくなので皆さんで記念写真を撮っていきたいと思うんですけども、まずステージの上から3方向、それとちょっとね見えづらいエリアですが、お友達いますのであっちの方にも行ってもらおうかな。いい？はい、じゃあまずごめん、五郎ちゃんたち、とりあえずね、愛知の方に来てもらっていい？ふなっしーも来てもらっていい？で、左斜め前のお友達がね、こっち側じゃないと見えないので、右側で来れる、ふなっしー。はい、で、ふにゃも、幅吉もこっち来て、はい、で、左斜め前のお友達、五郎ちゃんどうした？もう、参って参って。はい、ふにゃも。幅吉もね、一緒に行って、じゃあ写真撮影タイムにしましょう。ステージ向かって右側のお友達シャッターチャンスです。せーの、はい、なし、ふしゃ。はい、まだ手挙げてる方、もし撮り終えましたら手下げてあげてくださいね。ご協力ありがとうございます。5、4、3、2、1、はい、ありがとうございます。さあ、じゃあ、ふにゃはじめ、みんなちょっとこっち側に今度来てくれる、愛知側に来てもらえますか。うん、幅吉もね、ゆっくりでいいからおいで。はい、じゃあ三男子さんプラス幅吉でお写真をまた撮っていきましょう。はい、アピールしていくよ、前の方に行くよ。うん、これ完全に幅吉隠れてるパターンだな。前の方行こう、ステージの前の方。ふなっしー、良い子が真似する。はい、じゃあ真正面向いてくださいね。三男子さんプラス幅吉いきますよ、せーの、はい、なっしー、せーの、マップ。はい、取り終えましたら手下げてあげてください。5、4、3、2、1、はい、ありがとうございます。さあ、そのまま三男子さんプラス幅吉、右斜め前向きましょう。いきますよ、せーの、はい、なし。あ、右斜め前、右斜め前どっち？右、あ、そっちそっちそっち、 OKOK、 はい、取り終えましたら手下げてあげてください。5、4、3、2、1、はい、ありがとうございます。じゃあ後ほど降りて右側に行くことにして、ちょっと待ってくださいね。ふなっしーたちはみんなステージの真ん中の方に来ていただいて、後ろを向いてください。これから今日来てくださってるお友達と一緒にお写真を撮りたいと思います。関係者の方、ステージ上がってきてくださいね。で、ふなっしー真ん中がここになります。右側にいる愛知の方になりますので、ここ来てください。はい、 OK。 そしてふなっしーを囲むように、じゃあ五郎ちゃんも幅吉もふにゃもスタンバイしようか。ふにゃ、アクセサリーかわいいね、すごく。チェリーだ。いいですよ、もちろん。はい、どうぞ。じゃあ、ふなっしーの横に幅吉。じゃあ、右側に来てもらっちゃった。ふなっしーの横、この横、ちょっと怖いかもしれないけどね。はい、で、ふにゃを着て、で、くるんしましょう。みんな真後ろ向きますよ。くるん。はい、幅吉も後ろ向けるかな。ゆっくりでいいよ。はい、さあさあさあ、オッケー。くるん。結構後ろ、幅ないでしょ。うん、後ろ向いちゃダメだから。
からね、これ以上。はい、じゃあ行きますよ。映っちゃダメっていう方はですね、ご自身で顔を隠してください。それ以外の方、最上級のナイススマイルでいきましょう。せーの、はい、なし。いい笑顔ですね。多分写真になるとちょっと逆光気味になるかもしれないですけど、それでもいい景色ですよ。はい、 OK ですか。ありがとうございます。じゃあ、幅開けちゃって下降りれるかな、難しいかな、こっちでも大丈夫ですよ。で、右側のお友達が実はちょっとステージが見えづらいので、あっち側にお写真撮らせてあげてもらってもいいかな。はい、それか一回閉めてからにする。あ、大丈夫ですよ。いける。あんた、マロちゃんもいける。マリア大丈夫かな、いけそう。階段から降りていいからね。みんなステージから降りてたけど階段から降りていいんだよ。はい、みんな右側に行ってステージから見えづらかったお友達を写真撮ってもらおう。幅吉も、あ、こっち来いちゃう。大丈夫、体力に無理のないように。大丈夫かな、足元コードあるよ、段差もあるからね、2段。はい、はい、もう一段幅吉あるよ、よいしょ。はい、 OK で右側に行きましょう。右側のお友達にシャッターチャンスあげてくださいね。はい、じゃあナッシー、いけるかな。はい、じゃあナッシーごめん、右の方にいて4キャラさんで並んで撮ろうか。こっち、あ、逆逆、右。はい、じゃあ行きますよ。せーの、はい、なし。右側ね、右にいるお友達ですよ。ステージから死角になってた。そう、ありがとうね。はい、取りましたら手下げてあげてください。5、4、3、2、1。はい、ありがとうございました。では名残惜しくもイベントラストになりますです。はい、なし、なし、こうやってさ、3回も呼んでいただいてさ、うん、アバーシティソがまた来たいよね。また来たいですな、呼んでくれるかな。ね、館長さんいらっしゃるかな。あ、左側に館長さんがいらっしゃるんだけどさ、ちょっと聞いてみる。お、また呼んでいただけるかな。あ、ありがとうございます、ありがとうございます。いいと思う、そうなった。はい、じゃあふにゃとゴローとね、ハバキチマの余力がやってきてもらって、まあ、ちょっと難しかったらそのあたりのお友達にもしっかりとニコニコしていってね。じゃあそろそろ締めますか、ふなっしーさんや。はい、じゃあイベント終了のお時間となります。ふなっしーから今日来てくれたお友達にしたことをお願いします。本当、なんか第1回が11時からでしょ。その間結構時間あったのに、本当にね、皆さん残っていただいてね、新しく来ていただいた方もいらっしゃって、こんなにたくさん集まって本当にありがとうございました。いやー、楽しかったですね。じゃあまた会いますように感謝感激なし汁蒸し合いで締めたいと思います。せーの、感謝感激なし汁蒸し合い。みんな元気に、yeah!
ただきまして誠にありがとうございました。以上をもちまして、ふにゃっしー、ふにゃっしー、そしてハマッチのイベントは終了となります。この後もぜひお買い物をお楽しみください。それと10月14日土曜日にですね、14時15分からスカパーにてふなっしーが昨年武道館に出ましたライブを放送、そしてその2時間後にはですね、今度ゼップシャーツアーの番組を放送されますので、ぜひこちらもご覧ください。それでは本日ありがとうございました。